県内で18人が犠牲となった岩手宮城内陸地震から今日で16年です。栗原市では遺族らが慰霊碑を訪れ、犠牲者に祈りを捧げました。宿泊客や従業員ら7人が土石流に巻き込まれ亡くなった駒の湯温泉では、遺族らおよそ30人が慰霊碑を訪れ、地震発生時刻の午前8時43分に合わせて黙祷を捧げました。はい、黙祷。2008年6月14日に栗原市で震度6強を観測した岩手宮城内陸地震では、県内で14人が死亡し、今も4人の行方が分かっていません。駒の湯温泉で住み込みで働いていた母親を亡くした菅原恵美さんは、カラーの花と缶コーヒーを備え手を合わせました。毎年ですけど、やっぱり会いたい気持ちが強いので、今年も会いたいねっていう思いで黙祷しました。地震で母親と兄を亡くした駒の湯温泉の菅原明夫さんです。毎日風呂の手入れをしています。このぬるいお湯が好きな方にはまたいらしてほしいですね。駒の湯温泉は地震から7年後の2015年に日帰り温泉施設を再開しましたが、新型コロナの影響で2020年から休業しています。今日は当時駒の湯温泉の従業員だった弟を亡くした遺族が慰霊に訪れました。本当にいいお湯なのよ、昔からね。ちょっとぬるいんだけど、入ってあがったらもう温かいのよ。うちさ、今まで温かい。地震前から多くの人に愛されている駒の湯温泉。菅原さんは開湯から400年続く歴史をこれからも守りたいと話します。これで終わったんだなって、駒の湯は終わったんだなっていう思いではいたんですね。生まれ育ってからずっと入ってるこのお湯がね、好きで、このお湯を守っていきたいという気持ちはあって、今に至っています。駒の湯温泉では今後、かつての常連客や知人などに限定して予約を受け付けるということです。